こんにちは。チーフ FX コンサルタントの吉田でございます。為替ウィークリーセミナー、今日もよろしくお願いします。今週の為替相場の見通しを中心にお話していきたいと思います。今日取り上げるのはドル円、そしてユーロ、そして最後に新興国通貨で、先週金融政策会議もありましたトルコリラについてもお話したいと思います。よろしくお願いします。まずはドル円の冷やしのチャートをご覧いただいていますけれども、これでもお分かりの通り、先週、値動き小さいんですけれども、ドル円は続落ということになりまして、一時108円の60銭程度まで下落という具合になりました。アメリカの金利が低下したことにつれたということが基本です。そのアメリカの金利は、アメリカの景気指標の絶好調が続くことを尻目に、低下したわけですけれども、これは前から言っているように、短期的な上がりすぎの修正が入っているというふうに説明するのがやっぱり基本だというふうに思います。僕はもう少しアメリカの金利は下がるんだろうなと思っていますので、アメリカの金利と連動してドル円も下がって、この間108円の半ばというのが3月も、そしてこの4月に入ってからもサポートされているところなので、それを割ったらですね、108円割れも視野に入るということになると思いますけれども、何してもやっぱりアメリカの金利の動きが鍵になると思いますので、今日は少しそれについて詳しめにお話ししたいと思います。アメリカの金利ですけれども、10年債利回りを指標としてお話しするのが基本なんですが、先週は一時 1.7% まで戻す場面もあったんですけれども、先週木曜日には 1.52%、1.5% を割れ近くまで急低下するというふうになりました。興味深いのは、まさにこの木曜日、3月のアメリカの小売売上高なんかが発表されてですね、これは事前予想が前月比で 5% ちょっと のプラスになるという予想だったんですけれども、プラスはプラス、プラス 10% 近い大幅なプラスという、ものすごいいい結果だったんですけれども、むしろ普通だったらこれだけいい指標結果には金利は上昇して反応しそうなところですけれども、むしろ逆に金利が大きく低下したというところがポイントだったと思います。で、こういうのってよくあるんですけれども、やっぱりこれほど良い数字でも金利が上げしぶったのを見て、逆に行き過ぎの修正が本格化するきっかけになったというふうに考えるのが基本だと思います。先々週までは個人的には意外に金利低下に鈍いなというふうな印象を持ってそんなお話をしてたんですけれども、これでいよいよ上がりすぎの反動の金利低下っていうのも本格化してきたということじゃないかなという具合に考えています。過去の似たケースを参考にして、今後のアメリカの金利のシナリオについてした分析したシナリオについて分析した内容を、月曜更新のデイリーレポートの方でまとめています。要点を簡単に言いますと、アメリカの10年債利回りは足元目先 1.4% 前後までさらに下がる可能性があり、ただあくまでも上昇トレンドにおける一時的な低下に過ぎないとは思ってるんですけども、それでもですね、意外に調べてみたら3月末につけた 1.74% というのはこの間の高値になるわけですけれども、それを更新するのにも意外に時間がかかって、例えば秋以降とか結構先になる可能性があるというふうに、その内容をデイリーレポートに書いていますので、よろしかったらそちらの方も参考にしていただければと思います。こんなふうに金利の話をするのはとにかくこの間のドル円ってほとんどその金利次第の状況が続いているからなので、金利を目安にしながら目先 のレジスタンスサポートを丹念に確認して見ていく。先週は今期になりましたけれども、さっきも言った通り108円の半ばっていうところを割れてくると107円台
までですね、続落する可能性というのも出てくると思いますので、そんな目線で見ておくのが基本かなと思います。ただ、気をつけなきゃならないのは、この米ドル、ドル円の下げっていうのは、あくまでも一時的なものである可能性が高いっていうふうに僕は思っていますので、あまりそれにね、過度な期待を持つことはやっぱり禁物じゃないかなということです。今のところはまだまだ下がっても106円がせいぜいで、年後半にこの前つけた高値を更新して111円、112円を目指すというのがメインシナリオだと思っていますので、まあ、微妙に変わってくる可能性はもちろんありますけれども、特に株が暴落したりとかすると変わってくる可能性あると思いますけれども、そういうのがなければですね、あくまでもメインシナリオはドル高、今の下落は一時的な修正の動きということだと思いますので、まあ、そんな目線で取引、トレードをしていくのが基本かなと思います。次にユーロドルについても見てみたいと思います。ユーロドル、はい、ユーロドルの日足のチャートを出しましたけれども、こっちドル円以上に結構大きくユーロ高ドル安に戻しました。まあ、これも基本的にはアメリカの金利低下でドル安になった、その裏返しでユーロ高になったという影響なんでしょうけれども、ユーロドルは僕はこの間のアメリカの金利上昇ドル高の相場にですね、ドル円に比べるとやっぱり出遅れ感があったため、アメリカの金利の動きとは別にユーロ安ドル高が基本的に進みやすいという具合に個人的に思っていたんですけれども、先週の動きはそういった予想に反して、むしろドル円以上にアメリカ金利低下に反応したドル安ユーロ高という具合になったということだと思います。この僕の予想以上に、ユーロ高ドル安になった原因というのはおそらく僕の予想以上に株高が進んだ影響なんじゃないかなと。株ご存じの通り、ニューヨークダウをはじめとして、主要なアメリカの株価指数、軒並み最高値更新になるように、先週は絶好調のアメリカの景気指標に、これ素直に反応して株高が進むという具合になっていますけれども、それと、ユーロドルはドル円から比べるとですね、株との相関性も一定程度あるものですから、株高に連動して大きくユーロ高ドル安に戻したということなんじゃないかなと思ってきています。ただですね、これは月曜更新のウィークリーレポートの方で書いていますけれども、さすがにアメリカの株もですね、例えば90日移動平均線からの乖離率なんかで見ても、ニューヨークダウなんかについても徐々に上がりすぎの兆しも出てきているので、まあ、いつ株安に転換するのか、すごく下がるということではないと思いますけれども、短期的な上がりすぎの反動が入りやすい感じになってきていますので、株安に転換するということになれば、金利もさらに低下すると思いますし、そうすると、まあ、ユーロ安、ドル高に進みやすくなるんじゃないかなと思っています。今、1.2 ドルっていうね、大台のところまでこうやって戻ってきてますけれども、ここで抑えられるのかどうかというのが一つの分かれ道ということになると思います。そして最後にトルコリラについても確認してみたいと思います。はい。トルコリラですけれども、先週木曜日にトルコの金融政策会合が開かれて、まあ、予想通り政策変更はなかったんですけれども、声明文の中で必要に応じて追加の金融引き締めを行うという文言がこれまであったらしいですけれども、それが削除されたことで、やっぱり予想通り3月の突然の中央銀行総裁の交代によって金融引き締め方針がかなりこう緩くなってきているなというふうな受け止め方が必要になったと思います。ただですね、その割にこの画面、今トルコリラ円、日足のチャートでご覧いただいていますけれども、木曜日の金融政策会合を受けて、もっと下がるという予想も一部にあったんですけれども、それほどトルコリラ下がらずに、まあ、
意外に下げ渋った形になっています。ただですね、僕はかねてからトレンドの判断ではやっぱり52週移動平均線を参考にするということでご説明してきておりまして、その52週線が足元だと14円の半ばとかですから、それを依然としてですね、こうやって大きく下回った状況が続いているということです。52週線との関係で長く52週線を回復できないようであれば、それはやっぱり下落トレンドが続いていることを示すというのが基本なので、このまんま3月末から52週線を下回っているわけですけれども、このまんま今月末にかけて52週線14円の50銭を回復できない状況が続くようだったら、やっぱりまだ下落トレンドが続いている可能性が高くなりますので、そうであれば先々去年の11月に記録した12円という最安値更新のリスクがまだ残っていると、続いているという判断になると思います。はい、では最後に今週の主な指標予定をマネックス証券の経済指標カレンダーをもとにですね、確認していきたいと思います。今週 の, 大きなイベントとしてはここにもありますけれども、木曜日に ECB の金融政策会合があるということですので、ここが一つ注目を集めることになると思います。それ以外にもご覧いただいている通り、経済指標の発表は数多くございますけれども、まああえて言えば先週の小売売上高とかですね、その前の雇用統計のような大きな注目を集めるような景気指標は今週に限ってはそれほどないだろうなというふうに思いますけれども、ただ今日も金利のお話を少し長めに説明しましたけれども、金利の動きがボラティティの高い状況についておりますので、反応しやすい物価統計、インフレ指標なんかはこうやってご覧いただいてもちょこちょこ今週も予定されておりますので、その辺は一つのポイントになるんじゃないかなと思います。では今週の為替ウィークリーセミナー、これで終わりになりますけれども、今週も頑張ってやっていきましょう。ではこれで失礼します。